はい、こんにちは、みぼうずです。今回のね、プロジェクトカーズ3 GTB の続きをやっていきたいと思います。前回やった時にね、 GTB カップ、こちらの方を開放しましたので、その続きですね。で、アルピーヌのね、 A110、 あれは戦力外通告で今回登場しないです。で、今回はね、前回も言ったと思うんですけど、メガーヌトロフィー、こちらの方を使っていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、最初のコースはね、ホッケンハイムのナショナルコースとなっております。若干グランプリコースに比べてね、ショートカットされてるコースですね。で、まあこのゲームを始めてね、まあそれなりの時間が経ったんですけど、それで気づいたことが一つあります。このゲームもね、やっぱ他のゲームと同じく、AI の強さがね、サーキットによってね、全然違いますね。で、このホッケンハイムのね、特にこのナショナル、まあナショナル以外でもそうなんですけど、このホッケンハイムの AI がね、強すぎるんですよ。もう物理の限界を超えてるとしか思えないようなコーナリングスピードをね、発揮してくれるんでね、まあね、そんな愚痴っぽいことはほっといてね、しかもこの走る車のね、AI の車の種類もその時その時によってね、ランダムで決まるので、強い車が多いような場合はね、もうさっさとね、くじの引き直しじゃないですけど、終了してまたもう一回やり直してもね、いいかもしれないですね。今回でいうと、この面倒くせえ車が3台もいたんですよね。このなんていうんですか、セブンの、スーパーセブンの車なんですけど、ストレートだけはバカみたいに速いんですよね。で、ここの今の右コーナー、 AI がやたらと速いんですよ。で、この左コーナー、このコーナーもね、ここのコーナーも AI がやたらと速い。もう困っちゃうぐらいにね。で、この今のメガーヌトロフィーなんですけど、これもね、速いんですよ、この車も。だけど、あ、ちょっとスピンしてますけどねそう、だけどその上を行くんですよね。まあ、今のスピンなんで復帰したのかって言ったら、スピンしてるところのフロント側の方に AI が続いてくれたんでね、姿勢を戻すだけなんですけどね。で、一応このメガーヌコーナリングスピードは全然アルピーヌより速いですね。いやね、本当車によってね、理不尽に違うなって思いますよね。本当ね、このアルピーヌじゃなくてメガーヌコーナリングがめちゃめちゃいいです。まあね、あっちのアルピーヌはね、 GT4 っていうカテゴリーの車ですけど、このメガーヌはね、ワンメイク用の車両ですね。このメガーヌトロフィーっていうシリーズのね、ワンメイクシリーズのために作られた車です。製作はルノースポールですね。まあ、ルノーのそのレーシング部分、分かりやすく言うとね、ホンダで言うと無限、メルセデスで言うと AMG、 日産で言うとニスモみたいな感じでね、ルノースポールってところが一応作ってる車です。タイム比較はしてないんですけどね、多分アルピーヌと秒単位で違いますよ、本当に。ちなみにこのレースアルピーヌでやるとボコボコにされます、本当に。このスーパーセブンもそうですけど、他の車ですね、特にこの同じこのルノーメガーヌのトロフィーにね、えらい勢いで置いてかれますから。じゃあっていうことで、自分で買ってみたら早い早い、あー、もうこれしかねえなって思いました、本当に。で、なおさらその時に確信しました、本当難易度は車によって全然変わるということです。アルピーヌでね、ここで本当にAI の力をね、レジェンダリーでやると、まず絶対勝てないっていう、もう絶望感しかないけど、まあこの車でやったらね、そこまで無茶じゃねえなと。まあだいぶ内容がね、グダグダしてますけどね、今のところ同じコーナーでね、姿勢乱して、ここのね、右の2連もね、セブンがやたら速いんですよ。コーナリング遅いくせに、なんであんな速いんであそこだけっていう感じなんですよね、本当に信じられないだから本当このホッケンハイムでのね、 AI の動きはね、理解を超えた先にいます、本当に。ここの先の右コーナーもね、やたら速いし、だからイン締めてねえとね、締めててもイン側に飛び込んできますからね、本当に。締めてないともうバラバラ抜かれてきますもん。今のだってね、なんであんなところあんなスピードで突っ込んでこれんだよって思いますもん。
あっという間に引き離されちゃうし、でここの右コーナーもね、何ですかあの隊員のスピード、もうスロットカーってか言いたいですよね、マグネットでくっついてる。本当はい、ってことでね、まあ微妙な4位でフィニッシュです。はい、第2戦はね、オーバルコースの、まあ、内側を走るようなそんなサーキットです。外周だけオーバルっていうね。でちなみに第1戦の時もそうですけど、この第2戦もゲーム内の明るさをね、結構明るくしてます。ほんと夕方とか夜とかそういう天候の変化をつけるとか時間帯の変化をつけるのはいいんですけど、あのね、路面が見えないんですよね。暗いところが暗すぎるし、フロントライトの範囲が狭すぎる。だから結果ね、もう無理で明るくするしかないんですよね。だからそういう時間変化をつけるのもいいんですけど、せめてねコースを見えるようにしてくれっていうのを言いたいですね。ああ車外視点とかを使えばね、まあ見えなくはないんですけど、やっぱりねこういうどの視点でも見えるようにするっていうのがね重要です。まあ俺はこの視点でしかやらないんですけどね、基本的には。でもうこのコースはね、もう結果いっちゃいますもうメガームパワー全開って感じですね。はっきり言ってちぎっちゃいました。もうずっとちぎりっぱなしです。これでもね AI がレジェンダリーなんですよ、ちゃんと。だからほんとねコースによってね AI のね能力の差がありすぎますよね。このコースだとね、もう簡単にレジェンダリーでも簡単にちぎれちゃってますからね。ちなみにアルピーヌでやったんですよ、一回。アルピーヌでやったらね、全然ね、ボッコボコにされました。それぐらいね、車がこれ速いんですよ、本当に。だってあんなね、あからさまの飛び出したようなミスしても、全然ね、抜かれないし、しかもこのストレートで引き離してるし、トップスピードも伸びてるんですよね、なぜか知らないけど。で後ろなんか追いついてこないんですよ、あんだけバカみたいに速いはずの、あれがあるじゃないですか、あのスーパーセブンがトップスピードだけ伸びる、それでも追いついてこないんですよ。もうわけわかんねえっていう、ムラがありすぎですよね、ほんと。このイベントもね、難易度設定がね、なんかいろいろガチャガチャなような気がします。一応 1.4GB のね、アップデートによってね、いろいろあの時に見直されてるみたいですけど、っていう感じですよね。多分選ぶ車次第なんだろうけど、ロード D のペースセッターね、難しいのが何個かありますからね、無理だよっていうようなやつが本当に。何気に今まで、まあこのゲームをやっててね、一番難しかったカテゴリー何って言ったらロード D かもしれないだからね、車あれもこれも買ってね、試すしかねえかなって感じのところはあるけど、まだまだね、無駄遣いしてるとどんどんお金なくなっちゃうんでね。で、一応ね、カテゴリー別ではあるんですけど、招待イベントみたいのもあるんですよね。だけど、それっつったって結構高い車買わなくちゃできねえから、結局、そんなの後々でしょって話だし、とにかくお金が稼げないですよね、ほんと。だから難易度の緩和も確かにそうですけど、それも全てね、もうちょっとお金が手に入るようにしてほしいですって言いたいですね。そこでみんな多分ね、足踏みしちゃう人が多いと思うんでね。まあそのね、足踏みも楽しめる人だったら全然いいんですけどね。ただ楽しめない人のが多分大半だと思うので、それで余計ね、このゲームの人口が少なくなっていっちゃうような気がするんですけどね。だから個人的にはね、全然楽しめてるんですけどね。だからね、最近そのカジュアルなゲームもね、もうずっとシム系ばっかりやってきたんでね、カジュアルなゲームでもいいかなと思ってるんですよね。だからいっそのことね、最近スチームにね、まあ最近って言ってもちょっと前ですけど、スチームにもね、ニードフォースピードがね、販売されだしたのでね、このヒートやってもいいかなと思うんですけど、まだ高いんですよね。だからセールがあった時にね、ヒート買ってみようかなとは思いますけど。ああそう、カジュアルで言うとザ・クルーの2もね、一応持ってはいますけどね、
なんかね、その当時やってたのってあのフォルツァホライゾンやってたんで、あっちのがやっぱりなんか楽しめたんですよね。なのでほとんどほったらかしにしてます、あのクルー2の方は。でほったらかしにしてたところでね、コンペティツォーネを買ったので、でコンペティツォーネばっかりやってたんですね、ずっと。個人的にはね、フォルツァホライゾンの5が早く出てほしいななんて思いますよね。なんかね、噂なんですけどね、今度の舞台は日本なんじゃねえのっていう話がありますよね。で、あとはもうアナウンスされましたけど、グランツーリスモ7ですよね。ただね、グランツーリスモ7はね、多分高校ではやんないのかもしれないですね。そう、なぜならキャプチャーボードを持ってないんでね、パソコンの方で取り込めないんですよね。なのでとりあえずグランツーリスモ7はとりあえずやる予定は今のところないです、こちらの動画の方では。この安月給なんでね、プレステ5を買った後になおかつキャプチャーボードを買ってなんて多分できないんでね、そんなに資金力ないんで。チャンネルがね、収益化できてればね、そういうのもありかなと思うけど、まあ多分販売される頃までには厳しいでしょうね、今のチャンネルの伸び方から考えれば。ゲーム実況でもね、行く人はね、あっという間に1000人行ってる人いますからね。まあ扱うタイトルなんだろうけど、ただね、やっぱり自分もね、やってて楽しいタイトルでね、動画投稿したいのでね、その流行りに便乗みたいな、そういうのをあんまやりたくないんですよね。だから基本的にはね、モタスコ系で開けたいんですよね。で、10月にね、まあ4輪ではないんですけど、2輪の方のね、ライド4が発売されるんですよね。だけどあれ、なんか日本語には対応してないんですよね。なのでまあ一応やりたいはやりたいんで、どうしようかなって今考えてるところです。ライドシリーズもね、1、2、3と全部一応やってきてるんでね。そう、一応単車もね乗ってたんですけどね、まあいろいろな事情があって今手放しちゃってます。また再び欲しいんですけどね。今のところね、一番欲しい単車はデューク390ってところです。大型はね、免許持ってないんですよ本当、免許持ってんだったらね、もう間違いなく GTZ900R 忍者です。あれがやっぱりね、昔からの憧れのバイクなんでね、あれが欲しいんですけど、もしくはデュークのね、790でもいいかなってところです、690とか。はい、そんなね、雑談してたら、もうなんだかんだでトップを明け渡すことなくそのままずっと先頭で走り続けました。ということでね、やっぱメガーヌトロフィー、普通に GTB を進める上でもお得なので、フランス車限定でも使えるし、普通にも使えるし、皆さんにもおすすめです。はい、やっぱりね、この車速いですね、本当に。そのフランスの中型エンジンっていうところのカテゴリー以外でもね、こんだけの速さがあったら全然使えると思うんで、本当皆さんにこの1台買うだけで結構対応できると思います。ですのでね、余計な車を買わないで節約したいのであれば、この車1台買っとくと無難だと思います。はい、じゃあそれでは今回は以上になりますね。また次回続きからやっていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。